皆さんこんにちは。今回はキャンドゥーのジェルネイルの新色カラーが発売されたのでご紹介します。今回の新色はオフィス向きカラーの8色ということで早速どんなお色か実際に地爪に塗ってみたいと思います。是非最後までご覧ください。それではどうぞ。まずはヌーディーピンクを塗ってみます。 すごいなんか透明感のあるカラーですね。これは可愛いすごい塗りやすい滑らかで、この透け感がすごいちょうどいい。一度塗りだとこんな感じで、少しだけ地爪が透けています。で、透明感のあるカラーなんですけど、むちゃくちゃ透明っていうほどでもなくて、自然に仕上がる美爪カラーです。すごいいい色。 ほんのり桜色に色づくようなお色です2度塗りすると若干透けては見えるんですけど 透けてるっていうほどの透け感はないですね。本当に絶妙な透け感のあるカラーなんですね。こちらのボトルにもハーフクリアってなってるんですけど、本当にわずかに透けるっていう感じの透け感が個人的にすごい好きです。一度塗りでもムラなく綺麗に塗れるので、一度塗りで薄く色づく感じに仕上げてもいいですし、このように二度塗りでちょっと色味を濃くしてもいいかなと思います。で二度塗りしてもすごくナチュラルなピンク色。 色で優しく色づくようなお色ですチュルンと綺麗に見える美爪カラーです本当にオフィスカラーですねすごい綺麗な爪に見せてくれます次はヌーディーベージュを塗ってみます滑らかですごく塗りやすいんですねこれは塗りやすいそしてすごい色 度度塗りはこのののようにあの地爪のカラーが少し見える程度の透け感ですで。これもハーフクリアーってなってるんですけどめちゃくちゃクリアーに透けるっていうわけじゃなくて少しだけ透けるっていうこの絶妙さがすごくいい色合いです。で肌なじみがとってもよくってオフィスカラーに使えるような色合いです。 二度塗りするとこんな感じです。ほんの少し地爪が見える感じはあるんですけど、色合いが濃くなりました。ちょっと光を通すような、チュルンとした仕上がりになります。ナチュラルなベージュで、塗るだけで、 指先を綺麗に見せてくれるようなそんなお色ですこちらも一度塗りでもムラなく塗れるカラーなのでお好きな濃さで一度塗りと二度塗りを使い分けていただいてもいいかなと思います本当に滑らかで塗りやすいおすすめカラーです次はオークルピンクを塗ってみます、うん、これもむちゃくちゃいい色ですねこれもチュルンカラーですごく塗りやすいです 一度塗りでは少し地爪が透けるような色合いです。少しコーラルピンクみたいな感じの色味かなと思います。ナチュラルで血色のいい爪に見せてくれるようなカラーです。 2度塗りするとこんな感じでピンクの色づきが少し濃くなりましたこちらもボトルにハーフクリアってなってるんですけどこれも同じように2度塗りしても少しだけ地爪が透けるような感じがありますでもこの光をちょっと通すようなちゅるんとした仕上がりになるのですごい可愛いカラーですこれもオフィスネイルにすごくおすすめです次はモカベージュを塗ってみますあーこれもいい色なんですけど 先ほどとは違って結構発色が良さそうなカラーです。一度塗りでも自爪が全く透けないくらいの高発色なモカ色のベージュです。で肌なじみも良くって高発色なので、一度塗りでさっと塗るだけでもいいかもしれません。 二度塗りしてもそこまで一度塗りとの差は感じないように思うんですが若干色付きが濃くなったかなっていうような気がします高発色でバラもできにくいような塗り心地だったので一度塗りでも十分かなって思うような感じです二度塗りすると少しくすみのあるグレージュのような色合いになってオフィスネイルにとっても使えるカラーだなと思います次はダスティーピンクを塗ってみますこれもめちゃくちゃ いいくすみカラーですね可愛い,いこの色もこれも高発色な感じですねこれも塗りやすいです 一度塗りで地爪が見えないくらいの高発色なカラーです。くすんだピンク色で肌なじみがとてもいいカラーです。ワンカラーでもムラなく綺麗に仕上がるのでさっと一塗りするだけでもこのようなナチュラルな指先に見せてくれます。二度塗りすると色づき方が少し濃くなりました。一度塗りの時に比べるとくすんだピンクベージュみたいな色合いになりました。 でこれもすごくナチュラルなカラーなので、オフィスネイルにすごくぴったりなカラーです。次はモーブアッシュは塗ってみます。あこれも肌なじみが良さそうなカラーですね。これも高発色な感じがします。これもムラなくすごく塗りやすいです。こちらも一度塗りで地爪が透けないくらいの高発色なカラーです。 色味的には少し紫がかったようなくすんだピンク色で少しグレーよりでもあるかなと思います。で肌なじみもいいカラーでこれもちょっとサッと塗るだけで指先を綺麗に見せてくれそうなそんなカラーです。なんか大人っぽい落ち着いた印象があるようなカラーですね。 2度塗りするとこちらも少し色づき方が濃くなってなんとなく紫の色合いが濃くなったような気もしますカラーでパッと塗るだけでもなんかおしゃれな大人の女性みたいな感じがしてすごく品のいいカラーかなと思います次はアーモンドグリーンを塗ってみますこれはなんかカーキ色ですねすごいマイルドなカーキ色っていう感じ 白っぽいカーキだけど塗りにくい感じはそんなにないですねこちらも一度塗りで地詰めが透けないぐらいの高発色なカラーです。あのミルキーなカーキ色で春に使えそうな柔らかい雰囲気がありますあちょっと白っぽいカラーではあるんですけどそんなに色ムラができる感じもなく割と塗りやすいカラーです2度塗りすると、 緑の色合いがが少しし濃くななったような気がします。今回の新色のカラーと相性がすごく良さそうなカーキ色でワンポイント使いにちょっと差し色で入れても可愛いかなと思いますワンカラーでサッと塗ってもすごくおしゃれになりそうなそんなカラーです次はアイボリーを塗ってみます可愛い,いカラーですねなんか今までキャンドゥの中ではなかったようなそんな なんだろうミルキーなカラーです。やっぱしちょっとこの白っぽいカラーっていうのもあって少し色ムラはできやすい感じはあります。なのでちょっと塗りやすいカラーっていう感じではなさそうですね。でも色味がすごい可愛いです。一度塗りで地爪が透けないくらいの高発色なカラーです。なんですがやっぱしどうしても色ムラが出やすいカラーで少し塗りにくさを感じました。で色合いは 少しベージュが入ったような白っぽいカラーです。2度塗りすると色ムラもそこまで気にはならなくなりました。ベージュの色合いも少し濃くなったような気がします。でこちらのカラーも今回の新色のカラーと組み合わせてもすごく可愛くまとまりそうだなと思います。真っ白ではない色合いなので他のカラーにもすごく合わせやすそうな色合いです。 フレンチ部分にこちらを塗っても、真っ白ではない分、なんか落ち着いたフレンチネイルになりそうだなと思います。なので、ポイント使いにこちらも使ってもらっても良さそうな、そんなカラーです。今回のキャンドゥの新色をネイルチップの方にもサンプルで塗ってみました。個人的になんですが、もう今回の新色、すっ すすすす。ごくおすすめですもう特にこちらの6色ですね。こちらの6色は肌なじみが良くって塗りやすくてオフィスネイルですとか、まあ、ナチュラルなネイルがお好きな方ですとか美爪に見せたい方そんな方にもこちらの6色かなりおすすめです。でこちらの3つですね。このハーフクリアってなっているちょっと透け感のある こちらのカラーは色味が優しく色づく感じでジュルンとした感じですごくビズ爪に見えますそしてこちらの3色は一度塗りでもすごく高発色に色づくカラーで肌なじみも良くて塗りやすいカラーでしたでこちらの2色はナチュラルなカラーではないんですがこのシリーズとすごく組み合わせのいいカラーなんですねなのですごくワンンポイントとして 使ってもすごく可愛くなるんじゃないかなと思います。で、これから春先に向けてこういうカラーをちょっと差し色で入れても可愛いですよね。なので、こちらのカラーもちょっと持っとくとおしゃれになりそうだなって思います。ワンカラーでももちろん可愛いですし、あの何かの色と組み合わせて使っても可愛いと思います。でもこうやって並べるとこちらの2色でこう組み合わせてもすごい可愛いですよね。1均のジェルでは今までなかったような。ビズメカがちょっとこのちゅるん系。 なんか良かったなと思いますということで今回はキャンドゥの新色をご紹介しましたあのオフィス向きでとても落ち着いた好印象なカラーなのであの気になる方はぜひ店頭の方で見てみてください今回の動画が少しでも役に立ったと思った方は高評価の方お願いいたしますそしてこのように新色が出ましたら自爪に実際に塗った色見本を紹介しています チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。